みさん、動画を送っていただきましてありがとうございます、まあ、世の中ねたくさん物価が上がるような形になってきました今回の経済制裁ってあのロシアウクライナのね結局アメリカは一人勝ちですよね <laughs> アメリカは自国のエネルギー資源がありますからそれをね経済制裁してロシアから仕入れるなって言った代わりにじゃあ代替する 産油国エネルギー資源っていうのはアメリカが持ってますよって感じでアメリカが売ることができますそして他の食料ですとかねその他の資源っていうのも結局はロシアから仕入れられなくなった分アメリカがあるじゃないですかみたいな感じでね、うん、アメリカがまあ結構独り勝ちするんじゃないかなってところがありますまあでもなんかね今のところいろんな考えはあると思いますけども この地球はアメリカがリーダーシップを取った方がうまくいくのかなって気はしますね。うん。まあね、やっぱりこう自由主義経済っていうかね、確かに競争は厳しいんだけども、でも一部の絶対王者が支配を君臨させるよりもね、なんかこう納得感あるかなと。破滅するにしても自分の力だから、納得感あるかなと思います。ただね、 独裁制とか戦線空襲制みたいなロシアとかそれから中国みたいな国っていうのはやっぱり自由がないといいますかねうん成功は基本的になくってまあ搾取されるだけとでデモ抗議で声も上げられないしそれこそね指導者批判とか国家批判したら逮捕されてゃわけじゃないですかオチオチ口も聞けないよみたいな国よりはいいんじゃないかなと思いますけどもねどうでしょうかね まあ本当、GHQ の占領当時、アメコお前自分の国に帰れっていうふうに GHQ の兵隊に言ったところで、それをもとに逮捕されることはなかったですしね、おかしな待遇を受けることもなかったと思うんですよ。だからやっぱりこう、言いたいことが言える、そんな世の中っていうのは、簡単なようだけども、すごくありがたいことなんだろうなと思っちゃいますね。はい。で、今回ね、送っていただいた動画、 ちょっぴり私も前振りをつけて再編集しましたんでこちらの方もあのご覧いただきたいと思いますがあのナミさんのねこれからの活動にもっともっと協力してないと思いますんでどん,どんどんどん動画の方は送っていただいて OK でございます、えー、そして例の FX 講座ねあの段取りは組んでいただきましてありがとうございました私の方もねどういう風にすればいいかっていうことをもっともっと煮詰めていかないといけないかなっていうことなんでまあ本当に4月ぐらい もうちょっと後になるかもしれませんけどね。うん、あのもうちょっと様子を見ちゃってください。はい、じゃあ今回は以上でございます。ありがとうございました。